はい、どうも皆さんこんにちは、トゥンです。今回ですね、使っていくポケモンこちら水ケンタロスなんですけれども、今回やることはもう簡単ですね。現在使用率2位のウーラオスの、水流連打に対してこちら水ケンタロスを投げます。急所に当たります。怒りの壺発動、攻撃力6段階上昇、電抜き。はい、これですね。はい、これで、ね、これこんだけですね。もうかなり簡単ではあるんですけれども、決まれば即勝ちにつながる。ただしそれゆえに難しいといったところはあるんですけれども、まあこちら水ケンタロスっていうのもかなりマイナーですし、狙っていくのも使用率2、そして採用率 99% の、水流連打ですので、再現性というのは低くはないかなというふうに思っております。体感やっぱ初手に出されることが多いですしね、ウーラオス。なおかつ今回のパーティーにはバサギリというね、初手でウーラオスで倒したいであろうポケモンもしっかり添えてますので、ガラルのブトグマウーラオスを、かもっていきたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。はい、対戦相手の方見つかりました。いますね、お相手のパーティーにもウーラオス。これは水じゃないか、だと思います。ですので、そうですね、まあステロン割と刺さりそうなのでバサギリから、行きまして、で裏にケンタロス、控えておきましてだね。あとはまあでもはばかみでいいんじゃないかな。うん、こんな感じでいきたいと思います。さあ、お相手初手、はいはい、ウーラオス。これは、あ、一撃なんだ。一撃か。あ、一撃の方なんだ。まあ、だったら、いや、でも、だとしてもか。だとしても、ケンタロスでいいと思うんだけど、インファイト相手押したくないと思うんだよね。てか、まあ、一撃の方ならカウンターを3回っていう話は正直あるんだけど、いや、まあ、でも、心一手決まったらもう、すべて終わるからな。そう、ケンタロス水格闘で悪にも水にも強いんだよね。そこはちょっと生かしていきたいところ。はい、バサギリ交代。インファイトはさすがに押さないと思うんだよな。耐久下がるし暗黒強打でいい場面だから。剣の舞か。あー、剣の舞ね。あ、オッケーオッケーオッケー。いや、でもそれでもいいよ全然。剣の舞だったら、そうです、二度蹴りで行こうか。オッケー、二度蹴り。あー、硬い。ああ、まあまあ、確認って感じか。ああ、了解了解。これ、インファイト、暗黒強打、暗黒強打打ってきた。あれ、インファイトないの？これはでかいぞ。急所に当たる。そうすると、怒りつぼ発動、オッケーオッケー。なんか、アブノーマルな決まり方したけど、オッケーオッケーオッケー。あれ、インファイトない方なのかな？まあいいか。さあ、とりあえず、ちょっと待って、食べ残しだと。新しい持ち物持たせとんだ。ただ、不意打ちは圏内に入っちゃっているので、ここはアクアジェットで倒していこうかなと、思います。攻撃最大まで上がってればアクアジェットでも相当な火力出るから。アクアジェット通る、落とせるよな。オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス、いいぞ。いやー、草分け詰めなかったけど、まあまあ全然ありでしょう。あ、オッケー、決まった、気持ちいい。オッケー、これ相手ちょっと心折れちゃったねこれね。はい、というわけで初戦勝利と。はい、というわけで2戦目ですね。さすがにね、あれはね、ちょっと、まあ、1試合換算にするのはいかがなものかと思ったんですけれども、ああいう決まり方もするよということで、2試合目ですね。ガブリアス、キノガッサ、ボルトロス、ウラオス、パオジアン、ハバカミか。あー、オッケーオッケーオッケー。あー、今回ね、パオジアンとかにも割と強く、出れるんですけれども、うちのケンタロスさんは。あー、そうだ、まあまあ、バサギリケンタロスから行って、何が来るとあれかな。まあでもラストはそうですね、はばかみとか言っておきましょうか。うん、こんな感じでいきたいと思います。さあ、初手キノガッサか。ほう、まあ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 、なしじゃないかな。だったら、うん、まあ岩石アクスでステロ巻いとくのが吉かなと思いますので、まあ、岩石アクス引こうか。オッケー、上から通る、当たる。まあ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 、ダメージはね、ダメージはさほどではないにしろ。うん、これステロ負けてガッサのタスキ潰せた。で、種マシンガン。はあはあ。まあまあ、普通にって感じか。普通に、痛い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 。ああ、ナイス。ここで止まってくれたらありがたいけど、そんな甘くはない。オッケーオッケー。まあ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 。タスキ潰してステロ巻いてくれたので、まあいいかな。オッケー、じゃあ、そうですね、ここははばかみから行こうか。じゃあ、さあ、はばかみ行きます。あー、これ上から倒しちゃっていいかな。さあ、ウーラオス出てこないパターンもね、確かにね、あるので、まあまあ、ここは
あ、裏考えてもムーンフォースでかなり通りは良さそうですね。さあお相手ここでテラスタル、炎テラスとかそういうことか。炎テラスだと、あ、炎なんだ。あ、ちょっとまずいか。いや、まあでも炎テラスならムーンフォースは耐えられるんだけど、アクアジェット圏内には、うん、入るね。オッケー、まあ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 、種マシンガンか、種マシンガンか、種マシンガン、もうすごい押してくる。え、待って、これハチマキとかそういうことある？なんか火力高すぎる気がするんだけど。あと吸収も当たりすぎだしいや、まあまあ仕方ないか。ちょっとまあまあ、うーん、そうだな。じゃああとはこいつで全抜きをするところを見せていきましょうか。じゃあケンタロスあとは頼んだ。ケンタロス、ごめんな、ちょっとごめんな、お膳立てがすぎるけど、ごめんな。とりあえずここアクアジェットで、オッケー、通る。とりあえずガッサ突破。ガッサに似立てされるとは思わなかったな。まあ、ただ相手もうテラス残ってないですからね。まあ、こっちのテラスはそんなに強いものではないですが、まあ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 、どこまでいけるかケンタロス。さあお次ガブリアスね。オッケー、オッケー、うん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 、オッケーオッケー。さあガブリアスか。これね、種マシンガン急所がね、ケンタロスに当たってくれたらよかったんだけどね。まあでも種マシンガンの急所痛いからな。まあ、草分けで S 上げとこうか、とりあえず。激輪ね、激輪。まあ、ここ耐えるっしょ。耐えないもんね、だって。だって耐えないもんね。オッケー、わかった。3試合目いきます。はい、対戦相手の方見つかりました。オッケー、もうじゃあしっかり決めていこうか。相手の、パーティーにウーラオスいらっしゃいますしね。加えて、イーユイ、ハッサム、カイリュウ、ディンルー、ハバカミか。オッケー、オッケー。まあ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 、バサギリケンタロス。うん、割といけそうですね。で、こっからか。まあこれならね、カイリュウのがいいかな。うん、こんな感じでいきたいと思います。さあ初手裏押す、オッケー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 、いい感じで呼べてる。そして水だね、よし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 。これは水流連打しかないって。だってここは水流連打でいいでしょ。だってケンタロスいくよ。さあバサギリで、こいつがね、タスキじゃなくてパンチグローブとかだとなお嬉しいよね。さあケンタロスいきます。水流連打来い、オッケー来た、よし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 、決まっていく、急所。さあ怒るぜケンタロスが、怒りの壺で攻撃力最大。さあそして、はい、まだ来る。まあまあ3発当たってもね、半分も入らないので、オッケー、とりあえずこれはよし。でこっからよな、こっから相手のウラオスがタスキだと鬱陶しいんだけど、まあただここは草分けでね、しっかりと有利を取ってっていく形でいいと思います。大丈夫だ、 OK、 引っ込めてくる、よし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 。これは草分けで攻撃力上げながら、カイリュウね、あー、カイリュウ、カイリュウいるのか、いやーしんどいな。ただ草分けでそれマルチスキル剥がします。 OKOK、 素早さも上がる。これあっと食べ残し、復活する、あ、復活しない、 OK。 これさ、もうさ、水寺切ってもう攻めていい、もう全部通り悪いけど、いや俺カイリュウのためにね、岩流れとか仕込むか迷ったんだけど、いやもうここは決めます。レイジングブルでぶっ飛ばしていけ。こいつそもそも防御はそこそこ硬いから、一応まあ今回無振りでは来たんですけど、まあ、ウーロースのね、まあ連打見ても、まあ今一つとはいえあれぐらいだったので、神速一回は耐えるのよ。そんで、レイジングブルー。オッケー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 。で、これでどれくらい削るか。よーし、強すぎる。カイリュウといえどもな、マルチスケールなかったら、お前攻撃力最大のレイジングブルーは耐えないのよ。オッケーオッケー、いい感じできました。さあ、イーユイが来てしまう。イーユイなんだな、来てももう遅いのよ。オッケーオッケー。まあ、水タイプというところで、これね、アクアジェットでも落としきれるとは思うんだけど、まあとりあえずアクジェでいいですかね。アクジェ通る、通っていくってことは、いいよ、助けじゃなければ一撃ですね。オッケーオッケーオッケー、急所に当てていく。いや強いな、やっぱね、これ決まればね、こういうギミックって決まればもう最強なんですよね。オッケー、いいぞいいぞ、ケンタロス蹂躙しているな。でウーラオスが来たんですけれども、まあもう時すでに遅しといったところで、まあ最後草分けでしっかり落としていきましょうか。はい、というわけで、降参と。いや、これは、しっかり決まって3盾までいけましたね。はい、というわけで、アデルさんですね。対戦ありがとうございました。はい、というわけで、いかがだったでしょうか。
ね、あの3試合目はねしっかり決まって理想的な動きができたんですけれども、あれのあの動きが決まるのがどうでしょうね。10試合やって2試合といったところですかね。まあその僕が取ってる順位帯もあると思うんですよ。違う構築なんですけど、撮影してて負けに負けまして、今取ってる順位帯が1万4000位前後なんで、まあ、そういうのもあるとは思うんですけれども、まあ、かなり面白い、環境をね、メタにしたギミックなんじゃないかなと、思います。ただですね、おすすめはできないですね。やはり、なかなか決まりにくいというか、だったらなんか他のポケモンで対策するのがいいんじゃないかなと。今回の構築、決まっても決まらなくても速攻試合が終わるので、かなり忙しい人向けなあの動画にはなってしまいましたが、今回はこの辺にしておこうかなと思います。はい、それではですね、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひですね、また別の動画でお会いしましょう。それじゃあ、バイバイ。